本当にね危険な道路だと思います。ノコギリよし、スペアタイヤよし、ハンマーよし、ヘルメットよし。カンタのハイドウチャンネル。はい、こんにちは、カンタです。今ね、国道265線を走っております。今日はですね、伊勢志摩トップクラスと言っても過言ではない265線の旧道である棚橋隧道を走りたいと思います。場所はこちらです。はい、南伊勢町旧南東地区の最南端となります。紀勢南東トンネルというね、新しいトンネルの旧道となります。全長は約 6.5 キロぐらいですね。それと頂上に旧棚橋隧道という通行止め区間があります。今回走るのは旧南東棚橋釜地区から旧棚橋隧道の通行止めとなっている5キロ区間となります。ちなみに隧道とは古くは隧道と呼ばれていましたが、最近では一般的にトンネルと呼ばれることが多くなっています。まあ隧道の反対側は大気町となっておりまして、今回は走るの見送りました。今回走る峠はですね、本当に危ない峠となっております。見どころいっぱいです。最後までご視聴お願いします。それとですね、棚橋隧道のトンネルにも潜入してまして、これね、編集の時に気づいたんですけど、実際現場では気づかなかったんですけどね、ちょっとね、聞こえてはいけない声が収録されております。ちょっとね、心臓の悪い方とかね、心霊にはちょっと興味がないとか、極度の怖がりの方がご覧になっていただいていたら、この辺でね、ご視聴をちょっと控えてもらった方が良いと思われます。それからですね、誤解なきにお伝えしておきますけど、当チャンネルはですね、心霊番組ではございませんので、誤解なきようよろしくお願いしますね。まあハイドウといったら心霊スポットとかもねあると思うんですよね。まあそこら辺は神一重というところもございますけど、基本的にはね、訪れる際は事前調査してないので、実際はどんな噂があるとか知らない状態でね、訪れているんですよ。で、後で帰って編集する際に気づくことが多いんですけど、だから後からね、背筋がゾッとする場所もあるんですよね。この棚橋隧道にはね、関してはそういった噂やね、目撃は聞かないんですけど、今回はね、得体の知れない音声が収録されていますので、ご期待ください。さあ、この辺りからだんだんね、厳しい道となってきます。あ、それと補足なんですけど、当チャンネルはテロップをあまり入れないようにしております。なぜかというと、道の状態をね、ちょっとでも分かってほしいなと思いまして、あえてね、テロップは入れないようにしております。あれ、何か見えてきましたよ。あれ、ひょっとしてあれ、岩じゃないですか、あれ。わあ、これやばくないですか。今にでもね、ネットを突き破りそうな感じですよ。っていうか、この横に止まっているのが非常に怖いんですけどね。恐ろしいですよね、あんな状態のね、ネットを今にも突き破りそうな落石を見たのは初めてです。道自体はね、そんなに狭くはないんですけど、荒れ方がね、半端ないですよね。それと、この棚橋隧道につながる旧265線なんですけど、これは2002年にね、紀勢南東トンネルが供用開始で、15年間は廃道ではなかったんですよね。それから2017年、まあ4年前ですね、4月頃にね、閉鎖されて廃道が決定になったんですけど、
それからわずか4年でこの荒れ模様ですからね。あれ、道路がちょっと陥没しますね。降りてちょっと確認してきます。わあ、それと前日のゲリラ豪雨でですね、大量の山水がね、道路に流れております。もうちょっと軽い川状態になってますね。ここちょっと走るのかと思うと結構ゾッとするんですけど、私の愛車のミライスが流されないでしょうかね。わあ、すごい大量の水が流れてます。これはやばいな本当に。ちょっと今ね、オフロードタイヤも検討してるんですけどね、この前オートバックスにね、見積もりに行ったらね、7万円と言われて、ちょっとそうですかっていう感じで引き返しましたね。とりあえず予備タイヤがね、まだゴロゴロ家に転がってるんでね、その予備タイヤがなくなってからね、ちょっとオフロードタイヤも検討したいと思います。まあ、この道をですね、オンロードタイヤで行く恐怖といったらね、本当にシャレにならないものがありますか。わあ、こちらもね、すごい落石ですね。これはやばいな。こんな状態が楽勝と思えるけど、もっと悲惨な状態がカンタを待ち受ける。しかしね、本当に薄気悪いところですか。時刻だいたいね、昼の1時ぐらいなんですけど、わあ、本当ここも水がすごいですよね。まあ、山水というか湧き水で、道がね、本当によく濡れております。まあ、いつ土砂崩れが起こってもおかしくないような状態を走っておりますね。ちょっと怖いですわ。次の瞬間、カンタの前に衝撃の光景が。わあ、すさまじいですね、この落石は。まあ、山水もね、本当すごいですし、まあ行くしかないですね、男だったら。行きます。ちょっと本当にオンロードのタイヤでこれはきついな。っていうか、この状態でですね、今流行りのゲリラ豪雨が来たらね、本当にどうしようかなと本当に思いましたね、この時。もうゲリラ豪雨が来たら、あの水がね、どれぐらいの大量の水になるのかと想像すると、本当に帰りが怖かったですね。本当にね、油断も隙もない道ですね。全体的に荒れてます。見えてきましたね。あれが棚橋隧道ですね。長さは123メートル、幅が3メーター、高さが 3.9 メーターですね。
わ、狭。これ車1台でやっとですよね。今からこの中に入ります。この鉄格子のね、右側ぐらいからね入れそうなんで、今からちょっと入ってみます。例の声はトンネルを入ってすぐに聞こえます。イヤホンのご準備を。はい、なんとかこの隙間から入れそうですね。お借りいただけたでしょうか。さらに、こんな感じでお分かりいただけたでしょうか。まあね、本当帰って編集してからね、まあ、声らしきというかね、ちょっとおかしな音声がね、取れてしまったんですけど、まあ、本当に現場ではね、トンネルの水の雫の音でね、全然聞こえなかったんですよ。で、帰ってから気づいたんですけど、背筋がね、本当にゾッとしましたね。こっちはネットが、ネットでこれ以上、ネットでこれ以上いけないようになってますね。ここにネットが貼ってあります。機体のこの大気帳側からはですね、ネットが完全に塞がれてまして、入れない状態になってますね。でたまたまなんですけど、この棚橋釜地区から登ってきた方が、本当にたまたまなんですけど、体がね入れるぐらいのスペースが空いてましてね、入れたんですけど、これね逆から来たら本当に入れなかったんで、トンネルもね入れなかったところです。それでは引き返します。うわ、めっちゃ怖い、あのコウモリ、落ちけへんやろな。そんなことも知らずにね、帰りはちょっとね余裕をぶっこいでね、ライト消してねちょっと歩いてみました。まあ中にあのコウモリがいましてね、こっちに飛んできたんでちょっとびっくりしたんですけどね、まあ無事出口までねたどり着くことができました。いかがだったでしょうか。あれの声がね、声というかあの音声がね、まあ幽霊とは思いたくはないんですけど、まあね、こんな感じで何かはいるんでしょうね、多分おそらく。で帰り道ね、これ滝のように流れる、これすごくないですか。ここをね、まあ、下って帰ってきます。ほんまにすごいな、ここ帰るって本当怖いんですけど、下の方にね滝があるんで、そこもちょっと行ってみたいと思います。道を下りまして、現時点から 1.2km 先に不動滝という滝がね、あるんですけど、今日は前日の雨で絶対に行けないとね、地元の方がおっしゃってまして、今回は行くのを断念いたしました。最後までね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、次回またお会いしましょう。さよなら。